中寺は石川県小松市にある仏教寺院、高野山真言宗別格本山。本尊の千住関税音母殺像は33年ごとに回避される秘仏とされ、最近では2017年の改装戦3 0 0年大祭に合わせて公開された。自伝によれば、養老元年大長法師が越前国江沼軍に千住関論を安置したのが始まりとされる。 その後、勘な二年花山法王が行行の折岩屈で、輝く観音三十三味の姿を感じ、元村観音霊場三十三箇所はすべてこの山に凝縮されるとし、西国三十三観音の一番、那智と三十三番、谷組の三号から一時ずつを取り、自主三元屋寺から、那田寺へと改名、南北朝時代に戦乱に巻き込まれ荒廃した。近世に入って、加賀藩藩主、 前田敏純が再建。この時の大工は、桁大社拝殿を建てたのと同じ山上贅衛門である。前田敏純は、江沼軍の大半を、市販の大正寺藩に分治したが、この田寺がある、田村付近は、自身の隠居領としたため、その死後も加賀藩領となった。元禄二年奥の細道の松尾芭蕉は、弟子の河合空と山中温泉で分かれ、 数日前滞在した小松へ戻る道中参景し、祈願霊石がそそり立つ優先境の岩肌を望み区を読んでいる。以前は、淡津温泉周辺を周遊する、淡津温泉観光周遊バスが、と休日に運行されていたが、平成31年3月に廃止された。ありがとうございます。